一個第一集。難しい。こんな感じ。こんな感じ。生きてるとすればな。失礼します。失礼します。こんな感じ。どう？食べ物。野菜です、野菜。失礼します。こんな感じ。私のあの野菜を見た時の顔はこんな感じ。すいません。失礼します。すいません。失礼します。すいません。って感じ。どう？野菜やで。パセリ。うど、パプリカ、ナス、しいたけ、大根、ズッキーニ、もやし、きゅうり。なるほど。誤ってそう。ここっすか。させんって感じ。ここっすか。あれっす。みたいな。200歳後も。じゃあ最後な。これで答えて答え言うな。いきます。これここっすか。すいません。失礼します。すいません。パセリ、ネギ。私の印象やで、あくまでも。そう、私のイメージで出来上がったキャラクターみたいになってる。野菜です。セロリ。ああ。パセリとかいい線いってるよ。もやし。ああ。何か芋やとか。人参。ナス。しそ。ずっと何やってんだろう。貝割れ正解。貝割れのモノマネでした。貝割れのモノマネ。ここっすか。僕ここっすか。すいません。失礼します。どう？わ かるかとか言われた。生まれて初めて。かいわれ、そう。よく分かってない。当たった。難しい。これはわかる。かいわれなんて食わへんわ。だから、かいわれとかがなんか丼ぶりとかの上にちょんって乗ってたら、俺なんかメインの上ですか？すいません。いや、じゃあ、かいわれっぽいってどういうこと？どう？
小林のイメージのかいわれ。当たったな。拍手。すごいやろ。次の問題。じゃあ野菜シリーズでいく？何にしよっかな。今はかいわれのものまでしてません。じゃあ次の野菜ものまで。野菜シリーズ。どうしようかな。どうしようかな。これみんな大丈夫？楽しんでる？どうしようかな。何の野菜あったかな、今日スーパーに。あ、いや、始まった、今。ごめん、いけた。いくで。続けばいい。ほんまに思ってる？今のどう？もう終わったで。ああ、キャベツ、シューフィッシュ、なるほどね。プチトマト、なるほどね。サニーレタス、素晴らしい。サニーレタスです。素晴らしすぎる。 はい、じゃあ皆さん、もう野菜シリーズ完結。なんでわかんねんとか言って。わかったよ。で、また新しい また新しい野菜シリーズものまで考えとくわ。ちょっと待って、さっきからさ、サニーレタスっぽいとかさ、かいわれっぽいって何の印象なん？ 素晴らしいね。ちょっとまた新しい野菜シリーズものまで増やすんで、その時もまた配信します。野菜シリーズ配信しよう。野菜シリーズ配信。さあ、もうなんやかんや何分、40分、45分ぐらい配信したかな。だからスーパー行ったらちゃんと野菜をちゃんと見といてください。次、小林がどんな配信でどんなモノマネするか、ちゃんと予習をしておくように。次はポテトサラダシリーズ OK。 いろんなサラダ、サラダシリーズもやろ、いろいろな。はい。 もう11時やで、みんな早寝や。 はい、ありがとうございました。 楽しかったけど疲れた。練習しておいてください、ちゃんと。じゃあ八百屋さん行ってください。じゃあそろそろ11時なんで終わりますよ。はい、ということで、おやすみなさい。バイバーイ。じゃあねー。